あ、失礼しました。ね。昨年の、この、金額が、ね、もう一度言いますに、9億2235万円トンで、928円。令和2年度の予算額ですに、これを随計として3社34台で回る。プラス、ここにね、資源ゴミですね、リサイクルゴミ。プラス、2億7592万9970円。と出ているんですね。ですから1ヶ月ね、これ年間にして12億円なんですね。じゃあごめんなさい、15億円約15億円年間ですよ。昨年、そして毎月業者が大東市に請求するのは1億5000万円ね。34台で1億5000万円ですよ、パッカー車。さあ今年出てきました、なんと金額見たら9億2000万円から1000万以上が上がって9億3651万9538円になっているんですね。これ。これをもとに私がね、担当者にしたので、あなた方は私が先の2年間この積算書だけ求めなかったね、これ以外に私が求めなかった理由を考えたことがないでしょう。この積算書を作ったのはあなた方ではありませんねと。この積算書はこのように決めたから、環境下でこの金額で契約をせよと誰かの指示でやられたんではないですかと言ったら、二人、課長と、ね、総務の担当者が気をつけしたままで黙ってしまったんですね。市町村において、各役所において、呼び方は違うが、公共工事を発注するときに、金額を制定するときに、必ず東大阪では起案書、つまり費用がこれだけかかるのは人件費や材料代や経費が諸経費がいくらいくらとね、使用するものが何がいくらというのが、これが起案書でしょう。あなた方が私に3年間出したこの大東市の積算書、これを作った起案書があるはずですね。今日来たのはその起案書。ね。私が、ね。今月の3月。ね。あ、3年の5月の14日。ね。金曜日ですね。先週の金曜日。この日に、この今年の積算を作った起案書だけではありませんよ。遡って5年間の起案書を出してください。3年間は私がこれであり、ね、そして先ほどお見せした昨年の令和2年、令和1年度の
この積算書は開示請求をしてこのようにして持っていますからね。この起案書、あなた方は私が3年前からこの起案書を請求しなかったのはなぜか考えたことがありますか。3年経ったら最初に私が言った指摘したはずですよと。3年経ったら今年に要望して来年に入札にするのは難しいと思うので、3年私が待ったんですよ。しかしこの大東市は3年間入札を行いませんでしたね。ならば私が今まであなた方に調査をしなかった、開示請求しなかったものを今日は開示請求しに来たんですよと言ったら固まってしまっていましたね。それはなぜかと言いますと、私の住んでいる東大阪の入札の過程において経費試算というのが出てくるんですね。これが起案書ですね。どのようなものかといったら、このような用紙ですね。つまり役所の職員がこのゴミ収集の業務に従事したとしてね、5年目の正社員1年間で4,149,685円かかる。10年目の職員だと4,742,735円かかる。それには職員の給料の第1条第2条とかいうこの東大阪の職員の給料決定は17条職員で年間1,10,100,1,000,100,000,000、月に1ヶ月ですね、1ヶ月の給料が154,900円となっている。5年目の社員において、職員において3,949,917円、17条の10年目にして4,448,869円、アルバイト日給9,070円として268万、とんで989円、最低賃金はアルバイト時給が858円と、このような内訳なんですね。が積算に掲げてある。さらにここにパッカー車ね、そして車両の燃料費、車1台いくら、燃料費がいくら、そして清掃車両燃費ですね、燃料代、ガレージ代、そして職員のね、年間に与える作業服、諸費ですね、雑費、これがいくら、車両用、作業用、さらには消耗品など、ね、すべてここにね、計上されているわけなんですね。このようにして。ところが、大東市が出してきたのは、単なる積算書、ゴミ代金、計算されたものだけ、家庭内ゴミが9億2000万円、資源リサイクルゴミが2億7000万円、書いてあるだけなんですね。ですから、私が求めたのは、業者が出してくる、当然契約したら、業者が入札の時に出してきた見積書、それをもとに業者は入札金額を入れてくるわけなんですね。それも私が大東市に求めたんですよ。3年前からこれも求めたんですが、不存在、つまり大東市の産業者はパッカー車1台の経費をいくらかかるというものは出していない。つまり業者からの見積書は
取っていないということが3年ほど前に分かっていたんですね。さあ皆さん、ここで何か見えてきませんか？ね、私が起案書、つまりこの諸経費の内訳を3年前には請求しなかった。そして去年にもしなかった。それを良いことに、この大東市の担当者や、この積算書に関わった連中の職員は、自分らは頭がいいんだ。この赤い車は、たかだか公文書開示請求を求めたところで、この起案書があるのに、これさえも知らないんだと思っていたんではないでしょうかね。私はあえてその起案書を求めなかったんですよ。ね。相手の業者に求めた見積書、なぜこの金額になるのか、そしてこの金額で仕事をする以上は業者はどのような内訳を出しているのか、当然資材ですね。ところが随形というものは勝手なもので、ね、役所の随時契約っていう法定で、法で守ら、ね、認められているわけなんですね。この問題をどうもね、7、8年前に一人の議員がね、民事裁判でこれを訴えたらしいんですね。しかし議員というものは自分のところの資料しか集めませんから、私のようにね、よその役所に行って同じような資料をね、集めたら、例えばね、これが私が大東市の資料だけしか知らなかったら、これが当たり前だという、誰でもそうですね。おかしいな。なぜこんなに高いのかな。さあ、これをもとに、これ、よその市ではもっと安くなるはずだ。よそは安いと聞いただけで、自分の役所のものだけを裁判所に、これは随形が違法だと、違反だと、こんな高い金額で、なぜ、ね、このような契約が結ばれていたかという、これを議員が、司法に訴えたらしいんですね。最高裁で却下されたというんですね。当然ですね。裁判所というものは、何か大東市のこの金額ありますね。年間15億円の金額、よその市町村と一市町村、二つ三つの市町村の同じ起案書や積算書を取り寄せて、それを一緒に裁判所に出したら、当然判事は異常な高さだということが認識できますね。議員というものはね、自分の業績のために、また次に応援してもらうためにね、形だけはやって裁判所に却下されたね、そりゃそうですね。参考資料が自分の役所市のものだけであったら、裁判所の判事は他によそが高い、これだけ高いといくら言われたところで、役所というものはちゃんとした積算はこうですと、だから高くなるという説明しますに、随時契約は行政として認められていますに、ですから却下されたんです。しかし私は違うんですに、東大阪、大阪市、あの大きな二流三区ある大阪市の積算書、さらには起案書、そして門真市、寝屋川市、森口市、そして大東市のものをすべて
開示請求で取り寄せて公文書を証拠書類として提出する。さあこの金額が世帯数として、さらには人口として、果たして適正な金額であるかということは、裁判所の判事などはよその市町村、それも二市三市他のところのものとね、この台東市と金額を査定して比べたときに、倍からの、いやいや3倍からの金額でこの業務が行われたとしたら、そのような却下できるようなものと思われますか？私は何度も裁判というものを体感しておりますから、どのような証拠がいるか、必ず第三者に見てもらうときには、よその資料の証拠書類となって公文書を共に集めて、それを証拠書類として提出する。これが法治国家で、司法とね、司法の場で戦いをする根本的なものなんですね。これを私が先週の14日に大東市へ出向いてね、このような開示請求するんですね。大東市のゴミの処分に関して以下を求める。一つ、大東市に関わるもの。1、入札参加資格申請書。2、世帯数及び企業数が分かるもの。3、家庭内ゴミ、粗大ゴミ別及び事業系ゴミのトン数、総数、トン数の分かるもの。4、積算書、人件費、ゴミ収集車両及び経費にかかるもの。事業系、集金の構図と金額が分かるもの。大東市の所有するゴミ収集車両の車検証及び事業系ゴミを収集している車両の許可証。7つ、ゴミ収集業者と締結した契約書。3社に及ぶもの。8つ、ゴミ収集業者からの請求書。9つ、ゴミ処理経費用の支払い証明書。10、水廃ゴミ焼却場へ搬入した大東市のゴミのトン数、上都のゴミ収集業者3社分の車両別にて、日時、車番、一般、資源、家庭内ゴミ、それぞれのトン数が分かるように。第2、現在大東市が契約しているゴミ収集業者に関わるもの。入札金額、積算書。2つ、人件費、車両及び諸費用が分かるもの。3、ゴミ収集車両台数とゴミ収集コース表。大東市へ請求、30年、31年度分。5、家庭内ゴミと企業ゴミ、それぞれのトン数。6、ゴミ処理業者の所有するゴミ収集車両の車検証。7、水廃ゴミ焼却場に支払っている月額及び負担金。このようにしてね、16項目を開示請求しているわけなんですね。この中で業者からの分が出てきたのは、なんと水廃ゴミ焼却場ですね。大東市が負担している、別にですよ、業者に毎年15億円払っておきながら、水廃ゴミ焼却場に5億7000万円焼却代をまだ別に大東市が払っているわけなんですね。そして私にね、先ほどお見せしたこのゴミ収集のね、金額だけの分かるものを提示してきた。この起案書出てきて、どのような計算したら驚くような年間15億円の収集業務にかかる費用が計算されたのか。よその業者ね、
私の町東大阪の文をお見せしましたね。このようにね、きっちりとしたものが出されているわけなんですね。さらに東大阪などはね、受け負った業者、契約した業者、このようにしてちゃんと業者から提出されているわけなんですね。この金額の記載されたものね、自分たちが落札した金額ね、1499万円年間ですよね。パッカー車1台東大阪1499万円、大投資はいくらになりますか？3500万から4000万なんですよ、1台で。東大阪はこれがね、29年度分、先ほど一番最初に言いましたね、28年度の入札からくじ引きになってしまった。最低金額1500万のくじ引きでね、なってしまった。それまでは1800万近い1798万円で落札していた業者が一瞬にして300万円減額。ですから1年間の1台3人乗りで、このようにして受けた業者がちゃんとした見積書、積算書を提出しているわけなんですね。うちはこのようにして計算して落札しましたというのを出しているわけなんですね。このようなものがね、業者から出されているはずのその積算書が、大東市には業者から何十年間も出されたことがないということが分かってきたんですね。ですから私が皆さんにお伝えするのは、大東市のゴミの業務はどんぶり勘定でやられていて、何かおかしな裏があるのではないかな。そして私が14日に行った時に担当者にね、2人来ましたから、担当者に言ったのは、この積算書はあなた方が作ったのではありませんね。あなた方は業務としてこの金額をね、業者と契約するときに提示しただけですね。これには起案書、つまりなぜこの金額になったかという起案書があるでしょう。それを決めたのはこの環境下ではないでしょう。違うところで決められたんではないですか。その起案書を今日開示請求に来たんですよ。ね、3年待ったら、たとえ形だけでも入札にして1000万でも2000万でも安くなったらいいなと。この赤い車が調査しに来た結果が、業者が1000万2000万でも下げて落札したものであればいいなと思っていたのに、去年から今年にかけて、今年はまた2000万以上、3000万金額が上がっているではないか。今ゴミはどうですか皆さん。少なくなっているね、なぜならばリサイクル法というのが大きく環境問題で問われているがために選別されたゴミですね。つまり燃えないゴミ、資源ゴミね、プラスチックや資源ゴミ、空き缶、瓶などは別で別の曜日に収集するところが、この大東市だけはね、事業経費も家庭内ゴミも同じパッカー車で右も左もすべて一台の車に積み込み、そして水廃ゴミセンターへ搬入しているわけなんですね。ですから水廃ゴミセンターに200億ですよ、220億で作られたゴミ焼却場、新築のゴミ焼却場で
2年間の間に6回の火災が発生している。なぜかここにこのゴミ収集のやり方に問題があることが見えてきませんか。事業系も燃えるゴミも燃えないゴミもこの連中らは家庭内ゴミと一緒に収集している。さまざまなことがゴミ屋さんから私のところに情報が飛んでくるわけなんですね。そしてゴミ水灰の東大阪の水灰のゴミ焼却場で火災が発生したら即座にパッカー車の運転手から私の携帯に連絡が入るんですね。多くのゴミ収集車の業者の人たちが私の行動をね、賛同してくる業者もたくさん出てきておりますから、当然ですね、睨まれて嫌われているこの赤い車、しかしね、やっていることは正当なことをやっている。今までの東大阪の入札でもおかしい。だから4年前に私が是正して金額を1台につき300万円減額した。しかしこの大東市の連中らは職員を筆頭に、秘書を筆頭に、17名の議員筆頭に危機感がなさすぎたんですね。ですから私が完全にこれから大東市のゴミ問題に徹底的に調査して、これからなんですね、市長や各議員に、委員会に、議長に面会申し込んで、証拠書類を突きつけて、あなた方は3年前からこの赤い車が大東市のゴミの収集業務の金額は異常である、よその2倍も3倍も無駄な大東市民の税金を食いつぶしているではないか、このことを知っていながらなぜ3年間もこの車が指摘したことを放置していたのか。それには皆さん、これからぼちぼちその中身を皆さんにこうしてまいりましょうね。私が3年前にこの問題に大東市に要望書を出したときに、議員の間から5、6人の議員の間からはね、大東市もこれは高いんだろうね、ゴミの収集の業務を入札にしなければダメだという声がだん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 議会で上がってきたらしいんですね。ところがここに不届き者がおって、脅迫の電話を1日ですよ、20回ぐらい毎晩3人4人のこの大東市議会議員の自宅と携帯に電話した不届き者がおったらしいんですね。おったらしいというのは、私が直接その電話を受けたわけではありませんが、このことを大東市の議員が東大阪の議員に、もう大変困ったんですよ、毎日20回ぐらい無言電話がかかってきて、うちの嫁さんも大変なもうノイローゼになりかけていたんですよ。それをある議員が中に入って収めてくれたんですよ、と東大阪の議員が私に教えてくれたんですね。当然その議員の名前も、中に入って話をした議員も全て私は聞いて知っております。さあこれから